はい、えー。皆さんおはようございます。テクニカルアナリストの森口でございます。今日もテクニカル分析やっていきたいと思いますので、ぜひ最後までよろしくお願いいたします。はい。今日はですね、日本株の頭を押さえた犯人を発見ということでお話をしていきたいというふうに思っております。アメリカ株がね、ずっと強い状況が続いている中で、なんで日本株は上がらないんだろうっていうね、そんな疑問をいただいている方いたと思うんですが、本当の理由はこれではないか。まあ、いろいろあるんですけどもね、えー、これがまあ一つの理由じゃないかっていうところを発見したので、これを紹介していきたいというふうに思っております。で、最後、一目均衡表を使ってシス の売買戦略考えていきますのでぜひ最後までよろしくお願いいたしますということで私のチャンネルではこういった最新の状況を取り上げた上でのニュース、チャート、ね株価、えー、こんな感じの分析をですね、えー、必ず毎朝7時半に動画で投稿しております、えー、皆さんの朝の株を考えるチャートを見る、えー、そんな中間になれるように頑張っておりますのでぜひチャンネル登録よろしくお願いいたしますではですねまず昨日の振り返りからやっていきましょう日経平均株価ですがプラスの40.68、0.14%のプラスまあ一応プラスなんですけども陰線だし5日線ぐらいまで 下下がってききたで若干25日線も下向き加減とというところでやっぱなんか弱いなーっていう、なんかそんな感じですよね。えー、キオードランキング見ていただくとですね、M3、ファーストリテーリング、東京エレクトロン、この辺はまあ小幅ですけど頑張ったという感じです。一方でソフトバンクグループ、リクルート7、セブンアイ、うんなんかまあ高安まちまち、昨日のラインナップとまだ全然違うなーといった感じですね。えー、コロナの新規感染者数確認しておきましょう、東京都が667、大阪1209、兵庫510、全国で4532、うん まあ、相変わらず本当に多いですね。要注意だなというふうには思います。えー、トピックス行きましょう。トピックスがプラスの1.74、0.09%のプラス。まあ、こちらもなんとかプラスを維持した。ただ、まあ、こちらは下髭が長くてですね、け、まあ、にかけては少し戻したんじゃないかっていう、そういうロスカーシーにはなっております。まずは行きましょう。まずは強かったですね。22.33、1.82%のプラス。しっかりとした要線で前回高値を超えてきたというところですので、これはですね、上昇が期待できるチャートなんではないかなというふうに見ております。 先ほどランキング見ていただいても、メルカリ、マネーフォワード、ベース、プレイド、ウェルスナビ、弁護士 .com、JMDC と、まあ、主力どころが大体ね、上げているというところですので、まあ、結構いい流れ。まあ、昨日は金利が下がっていたっていうのもあるかもしれませんが、結構いい流れなんじゃないかなというふうに思っております。ヒートマップ、あ、ごめんなさい。ニューヨークダウ見てみましょう。ニューヨークダウいきます。プラスの165.98、0.49%のプラスということで、この1週間ね、かなり強い状況が続きましたよね。5日線はずっと維持したままずっと上がり続けているといった感じになっております。 ヒートマップ見ていただいても、まあ、大体上げてますね。ボーイング、ウォルグリーン、この辺が下げてますけども、まあ、ほぼほぼ全面高と言ってもおかしくはないのかなというふうには思います。えー、サンドピーましょう。プラスの15.03、0.36%のプラスということで、こちらも上昇が続いていますよね。本当に強いなという、そういう印象になっております。で、最後、ナスタックですね。ナスタックが12.47、0.09%のプラス、えー。こちらはですね、まあ、下髭が長いっていうところはいいところなんですが、まあ、陰線になってしまったというところで、まあ、他のね、二、えー、つの指数よりは若干弱いのかなと。 というふうには見ております。主要銘柄見ていただいても、まあ、高安、まちまちですね。えー、スナップチャット、この辺が目立つかな。あとは、ツイッターの下げ。モルガンスターレの下げ。あとは、ファイザーが少し上げている。まあ、でも、大体、高安、まちまちだということになっております。で、為替コモディティ見ていただくと、日経先物プラスの101円ということで、週明けは、まあ、ひとまず上昇して始まるかもしれないといったところですかね。で、ドル円が108円、えー、後半ぐらい。えー、で、原油が若干下がっている。で、金は上がってきた。金のね、ダブルボトムがもう、これ、完成していると 思いますね。でもビックスは下がっているというところですねになっていますで金利はまた再びちょっと上がってきたまあ1.6まで届かないぐらいですけども昨日の下げに対して結構上がってるっていうところがちょっと気になるかなとは思いますで小型も一応上がっていてソックスは若干下がっているといったところかなまあなかなかちょっと難しいですけども週明けひとまずは上がって始まりそうだっていうところが言えるかと思いますでは見ていきましょうアメリカ株についていけなかった本当の理由はこれではないかということなんですがまずね日経平均株価とニューヨークダウンのこれ比較チャートになってるんで ローソク足が日経平均、ニューヨークダウはこのオレンジの線ということですね、でまあ、2月までは、ね、日経平均がすごい最強説がすごい強かったんですよね、3万円を超えてというところまで、まず大統領選挙後からです、ね、取っていくと30、30%ぐらいは、えー、取っていたとで、それに対してニューヨークダウはそれこそ20%弱ぐらいでしたので、まあ、かなり乖離があったんですけども、まあ、その差を埋められる、むしろ、えー、このニューヨークダウの方が、この11月以降のパフォーマンスが高くなったというのが、まあ、この4月相場の特徴なのかなというふうに思います。で ニューヨークダウが高く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 行ってきてもね、特にこの1週間っていうのはなんか安い安い安い。えー、日中下げてるっていうのはね、まあ、陰性だったり、まあ、上髭が長かったりっていうことで分かるんじゃないかなというふうには思います。なんかおかしいよなというふうに思ってるわけですよね。で、投資主体別売買動向を見てもですね、この外国人投資家はこれ2週間連続で買い越してる。この辺なんかも買い越してるんですよね。結構大きく買い越してるし、個人も買い越してるんですよね。でも上がらなかった。なんでだろうねというふうにね、思っていて、まあ受給状況も悪くないはずなのにねというふうに思ったんです いやいや、これはね、ちゃんと見なきゃいけないよねっていうところで、ちょっと反省しております。で、これ JPX のサイトの、ここのね、JPX 投資主体別売買動向とかで調べると出てきますから、皆さんもぜひ現データをまずはね、見ていただきたいなと思うんですが、ここの PDF マークのところをね、クリックしていただくと、2021年4月第1週、4月5日から4月9日分の投資主体別売買動向っていうのが見れますから、ぜひ皆さんもご覧になってみてください。で、投資主体別売買動向の、まずね、全体像ですね。ちょっと文字ちっちゃくて、文字読めないと、 と思うんですけどもまあ、こんな感じでね。データが載ってますよ。というところで、いつもはこの個人とか海外投資家とかっていうところのまあ売買シェアが大きいので、まあ、これはやっぱ見ようね。というところで紹介をしているんですが、今回ね。 結論から言ってしまうと、ちょっと売り越しが続いていたのは、この信託銀行っていうところなんですね。で、信託銀行が何かは後ほどやるとしてですね、えー、まず、まあこれがどういう状況になっているかっていうことですね。全体像としては。で、ここに、まあ全体像が載っていて、一番上にね、自己形と委託形というのが載っております。で、自己形っていうのはそんなにこう、気にしなくていいというデータなので、委託形を見たいんですけども、委託形の内訳っていうのがこのね、えー、項目に載っています。ね、で、その中で、法人の内訳っていうのがこの下に載っていて、で、その 内内訳訳のののの中の金融機関とといいううがここっっちに載ってますよということで,す、ね、で、すねそこの新宅銀行っていうのがかなりね、えー、続けて売り越しをしていたので、まあそのデータっていうのをちょっと見ていきたいというふうに思っております。で、具体的にもうちょっとズームアップすると、まあこんな感じですね。普段はこの委託内訳の中の個人と海外投資家の買い越し、売り越しみたいなものを見ていて、で、今はですね、個人外国人投資家が2週連続でね、しかも今回は結構大きめに買い越しをしているので、受給としては決して悪くはなかったはずなんですね。アメリカ株も上がっていた。 でも、も、まあ、頭を押さえたたののがが、まあ、つはは銀銀行行可能性が高いいいいんじじゃななかってこととうこでですすね新宅銀行は2週連続でこう売りり越しててるっっ感におりますでその前はじゃあどうかっていうのがね、実はリアルタイムチャットで見れます。まあだったら最初からこっち見りゃよかったじゃないかって言われたらまあそれまでなんですけどもえ、よかったらね、こういう現データも見る習慣をつけていただくとよりいいんじゃないかなというふうには思っております。で、これで見ていただくとですね、だいたいこう2万8000円超えてきたぐらいからですかね、まあこの新宅銀行の売り越しがずっと続いているわけですね。でそれが たですね、まあ、日本時間に動いているとすると、ニューヨークダウンが強い、アメリカ株が強い、日本株はひとまず先物主導で、高く寄ってきた、高く寄ってきてからサクッと下げるっていうのは、まあ確かに納得いくんじゃないかなというふうには思います。まあところで、この信託銀行っていうのは誰やねんっていう、こういう、そういう方なんですけども、それはですね、主に年金などを売買している世界最大の投資家とし言われる、まあ要は年金積立金管理運用独立行政法人、GPIF ですね。はい、長くなりましたが GPIF が信託銀行を通じて売買を行っていると。 いうことになっています。じゃあなんで信託銀行を売ってくるのかってことなんですが、GPIF は金額、組入れ比率の上限上があるため、株価上昇局面では日本株組入れ比率が高くなり、リバランスのために売り越すことが多い。一方で、株価下落局面では日本株の組入れ比率が低くなるので、比率調整のために買い越すことが多いのが特徴です。というところです。まあこれね、あの、ニュースウィークスの記事の一つなんですけども、よかったら皆さんもご覧になってみてください。で、まあどういうことかっていうと、GPIF のポート ポートフォリオはね、まあこんな感じでね、2020年4月1日からの5カ年で維持されていくぞっていう方針が含まれているわけですね。で、その中で株の比率が、株価が上がることによって、えー、この、ね、前取った、以前取ったポジションが25%のはずだったんですけども、そこがプラス8%超えてきたんでしょうね。プラス8%超えるぐらい、まあかなり上昇してきたので、株の割合が増えてしまった。株の割合が増えてしまったのに何をしたかというと、株を売って債券を買いますなど、まあこのような形でポートフォリオの リバランス、バランスをね、整えているっていうのが目的です。あの、そんなにこう、利益を狙ってとかね、利益確定をしたいとか、なんかそういうことじゃなくて、あくまでもこれはリバランスというところをちょっと押さえておいていただきたいかなと思います。まあ、ただ今回はですね、もうリバランス最強説あるよねっていうことがなんとなく感じたんですね。えー、っていうのはこの4月からの方針で、4月から、もう4月ってめちゃくちゃこれ新宅銀行、もう少し長い期間でね、リアルタイムチャートで引っ張れましたけども、えー、これ見ると、これめちゃくちゃここで買ってるわけですよ。リバランスの状態で株価が下がった時にめちゃくちゃ買って、で、株価が上がってきて めちゃくちゃゃく売ってるわけですよ、ね、もう、めっちゃ理確できてるやんっていうね。もう、本当に、ポートフォリオ、リバランス最強説あるなと。もう、小賢しいことやるんじゃなくて、安い時に買って高く売りゃいいってい、まあ、本当にただそれだけなんですけど、まあね、それができてる GPIF、本当だから今回は、もう、儲かってるというかね、えー、すごいなというふうには思っています。で、今回はやっぱりこのリバランスで売りがある程度まとまって出ているので、まあ、多少はね、そこが頭を押さえてる、そういう犯人ではあるんじゃないかなっていうのがね、えー、言えるんじゃないかなと思っています。じゃあ、このリバランスが解消されれば、日本株が なるのかっていうところで、一応時期をね、ちょっと見ておきたいと思います。主要銘柄の信用倍率のチェックになっております。えー、日経レバレッジ ETF ですが、今3.07。で、信用買いが先週分は増えているので、ちょっと頭が重そうというのは言えるかと思います。で、ダブルインバース、ダブルインバースはですね、えー、15.04というところで、こっちはですね、逆に信用買いが増えている。下げにかけている人の方が多かったというところで、まあ、この辺はね、えー、こっちの方が、 支えやすくて、まあ上がりやすいっていうのは言えるかと思いますので、まあなんとも言えないところかなと思います。で、ファーストリテイリングに関しましては、これ信用買いが増えているというところで、これは逆ですね。信用買いが増えているのにもし上がらないんであれば、それはですね、頭を抑える要因になって下がるか可能性もある。ただ逆秘部なんかもついてます信用倍率まだまだ低いですから、えー、まあこの辺がどうなるかっていうところですね。で、ソフトバンクグループに関しましては、信用買いがすごく減っている。でも3.76倍信用倍率があるというところですから、まあちょっとね、えー、まあ支えてくれるかって言ったらなんとも微妙な なとところかなと思いますで、やはり日経平均株価の、まあ、影響力が一番大きいというところで、ファーストリテイリングのね、えー、チャートをしっかりと見ておきたいと思うんですが、まあ、こんな形に今なっておりますと、えー。この3月からですね、売りがかなり続いていて、で、一旦決算も超えて上がっていくかというところから決算後にぐーっとまた下がってきたというところですね。まあ、ですが、まあ、なんとか堪らているかなというところで、えー、これからまあ上がっていくためには何かということなんですけども、地高スパンがね、こう、株価にぶつかったりとか、雲がね、4月21日にねじれてる。まあ、この辺でなんか動きが あるんじゃないかなと思います。で、この21日にねじれるタイミングと地行スパンが株価にぶつかるタイミングはほぼ一緒なので、まあ、ここがどうなるかですね。横ばい圏でも地行スパンが株価を超えてくるので、まあ、ここから上昇にこう転じることができるのか、そのタイミングでは雲も薄いですから、えー、こう上値トライがあるのか、この辺に注目をしていただくと面白いのかなというふうに思っております。では、2の動画のまとめになっております。まず、日経平均がね。3万円に近づくと売られる。売っているのは誰だったのかというところでね、えー、見てきたんですが、投資主体別売買動向を見ると信託銀行がね。2万8。 できた時からずっと売り越してるわけですよね。えー、なので、まあ、特に日本時間のね。まあ、陰線が続いてきた上、ヒが続いていたことを考えると、おそらく日本時間に売っていた。投資主体大きめの投資主体としては信託銀行まあ、gpif ですよね。A、が大きいんじゃないかなというふうに思っております。まあ、そのリバランスの可能性が高いということになってます。じゃあリバランスが終わればま需、あ、給は改善するわけですので、上がるのかと言われたら、ま需、あ、給他の需給とかまあ、チャート的にはうん微妙かなというふうに思います。その時次第だというふうに思いますので、まあ、必ずこれが終わったら。 上がるというわけではないんですが、今のアメリカ株についていけるということを考えると、上がる可能性も。まあ、考えられなくはないかなというところで抑えておいてください。まあ、なんだかんだ、5月の決算ぐらいまでは引っ張りそうな気はしますけどね。はい、では、指数の今後の売買戦略。今日は一目均衡表で見ていきましょう。日経平均株価ですが、えー、これは地航スパンの株価割りに注意というところで、ちょうど地航スパンがね、この株価にぶつかっているところなんですね。で、これが割れてしまうと売りサインということになりますので、注意をしておいてください。まあ、ただし、雲と基準線があって、サポートは結構厚いとは思いますので、うん、まあ。 トライピックス行きましょう。トピックスの方がチャートと形的にはちょっとしんどいかなという感じですね。えー、こう横ばい圏でずっと続いてきて、まあ三角持ち合いみたいな形でもあるので、まあ超えてくれれば嬉しいなとは思うんですが、で、今は、えー、金順線も割り込んでいますので、まあ雲で止まるかどうかっていうのはね、注目をしてみてください。えー、マザー,ーズ行きましょう。マザー,ーズはね、この一問均衡表で見ると明確に雲抜けしてるんですよね。で、ちゃんとサポートしてくれて上がっていくかっていうところが、まあポイントになるんですけども、えー、結構強いチャート だなという,ふうには見ておりますニュー,ーまニューヨークダウンに関しましては上昇が続いていますから、転、ま、換、あ、線、一番短期の線を維持しているかどうか注目をしていただければと思います。一目均衡表だとね、これぐらい強いとちょっと若干捉えにくいっていうのがありますよね。逆に短期的な過熱感には注意が必要かなというふうに思ってます。S&P も同じですよね。今、ずっと上昇が続いているので、一番短期の線。 転換てみてくださいで,ナスックですね。ナスダッくは最高値が結構近づいてきたんですよね。更新になるかどうか注目かなというふうに思います。でただ今はね、上昇が続いているというところで転換線維持できるか注目をしていただければと思います。 では今日の動画のまとめになっております、まあ。日経トピックス小幅上昇。マザーズはかなり大幅に上昇しているといったところですで。アメリカ株も小幅の上昇といったところになっております。で、日経平均株価が3万円の壁を超えられない理由は、おそらく GPIF のリバランスの可能性というのは1個あるのかなというふうに思っております。で、4月以降、もしかしたら受給改善に期待したいが、まあそれ自体は状況次第ですよというところですので、これは押さえておいてください。で、日本株は雲や地高スパンに注目。結構ね、一目均衡表情では、まあ均衡点にいる なっていうそんな感じがするんですよねでアメリカ株は強さが目立ちますまあ、ただここまでぐーっと上げ続けてきたので短期的な調整には警戒をしておいた方がいいんではないかなという風うには思います では今日もお知らせを入れさせてください。個別銘柄男と,ことん分析するマガジン配信しております。最新記事がですね、スノーピーク配信しております。えー、美しさと力強さを兼ね備えた超有料企業、スノーピークというところで、いやー、これね、なかなか、まあ、すごい企業でしたね。面白いなと。なんか、もう綺麗だな。なんかこう、自分も体験したいなと。まあ、詳しくは記事見ていただきたいんですが、初月無料になってますので、概要欄にリンクありますので、よかったら覗いてみていただきたいなと思っております。で、毎週土曜日これになってきました、講義バージョンですね、こちら、17時に今回 PR、 の話ちょっと深い話になって、ちょっと難しい部分も含むんですが、えー、同じように40分くらいの動画で、概要欄にね、目次が貼ってあって、まあ、好きなところからこう見直すことができますので、よかったらね、こちらの動画、夕方17時に配信になってますので、ご覧になってみてください。チャンネル登録して、通知をオンにしとけば、更新されたタイミングで通知が飛びますからね、よかったら見ておいてくださいで。あとは毎朝6時にね、ボイシーも更新してますので、引き続きやってますので、よかったらこちらの方も、えー、覗いてみていただければと思います、えー。今日はこんな感じで終わっていきたいなというふうに思っております。えー、今日の中で でも少しでも参考になればぜひグッドボタンの方よろしくお願いいたしますまた明日以降もですね最新のテクニカル分析チャートの分析をお伝えしていきたいという風うに思っておりますので明日も聞いていただけるという方はですねぜひチャンネル登録お待ちしておりますで今日もですね今まだ5時 39分かあ、になってるので、この後またボイシー撮ろうかな、えー、なんですけども、えー、まだちびちゃん起きる前だったんですが、えー、こんな感じでね、えー、森口家は毎朝、朝方で、えー、動いております、えー。天気も悪いですけども、えー、元気に頑張っていきましょう。では、また明日も、えー、よろしくお願いいたします。さよなら。